あれそうな,なんだっけファンやめるわでなんか言おうとしたことがあるんよなあなそうだ最近さ「竜とそばかすの姫」っていう映画映画か見たんやけどえ見たことある人おるえ見たことあるえじゃあじゃあちょっと見た人にじゃあ先に私の先に私の感想言っていいおもんないよなおもんないよなえめっちゃおもんないよな見んよなこれあれおもろかったやつ逆におるいやそうなんや私歌聞いて 主題歌みたいなやつ聞いてなんかえー、結構いい感じやんと思って見ようと思ったらさ思んなさすぎてびっくりしたんやけどさいやそう思ん思んない思んない。ないあでその 言いたかったんがさ、まあ、主人公がよくある感じよ。冴えない女子高生ですみたいな。SNS 仮想現実みたいな世界で有名になりましたで。人気者になりました。けど、実際の本人はその地味な女子高生ですみたいな感じなんよな。まあ、ちょっと割とありきたりというか、まあ、一般のパンピーがなんかその人気者になっちゃうみたいな感じね。あまあまあ VTuber みたいなことやな。で、歌うま VTuber、けど中身はちょっとまあ芋ブス女子高生。 で、クラスとかの中でも、ほんまに端っこの陰キャ。で、その、クラスの中に、今人気者の美少女おるんよ。吹奏楽師よる。その、可愛い女の写真を使って、アバターを起こして、それで人気になってるみたいなとこもあんねんな。で、クラスによる可愛い女の側を使って、VTuber して、まあ、歌は自分で作ってうまいんよな。それで売れてるみたいな。も、ま、う、あ、それは別にいいんよ。ふーんって言って。人気者にしてやるぞ、みたいな感じで、友達の助けもありつつ、話題にはなっていくんやけど。 そんな時、ネット上のコンサートみたいなやんねん。よし、人気になったし、コンサートやろうぜ、とか言って。生ライブ生配信ライブかやろうぜ、みたいになって。そしたらそこになんかこう、急に嵐が来るわけ。嵐が来てなんか急に戦ってるわけよ。その嵐にみんな怒るやん。ライブ中なのになんでそんな嵐すんねんこいつなんやねんとか言って。でもその、当の本人は、えなんでみんなに嫌われるのに嵐とかしてるんやろ気になるみたいな感じで、その嵐と仲良くなって、 みたいな。ほんで、なんでその嵐がよう分からんけど気になるんか分からんけど、その嵐はみんなから嫌われてるから、ネット内の自治体みたいなやつに、こいつの本性を暴いてやめさそうぜ、みたいな感じで、ネット内で追われてるわけよ。で、それをなんかこう、助けようとして、話が聞きたい。あなたは誰なのみたいなことずっとやるのよ。いや、なんでみたいな。嵐なのに いや、その嵐リスナーさ、気になるっていうのはさ、いや、もうどっか行ってくれとかやん。なんで気になってさ、自分で、あなたは誰なの救いたいみたいな感じで行くのも謎やし。で、嵐別にその嵐に来たっていうか、まあなんかその戦ってるうちに入り込んでしまったみたいな感じだったけん。なんでお前そこまでこいつのこと気にするみたいな。なあ、みーちゃん。いや、そうなんほんで、まあ、実際その、嵐 私はめっちゃ対戦が強いいみたいなやつなんよでその対戦がクソ強いんやけどその対戦の強さっていうのがなんか普段受けてきた何だっけストレスとかそういうのが反映されるみたいな感じで、まあ、虐待みたいなんを受けててそのせいでゲーム内でキャラがめっちゃ強いみたいな感じなんよなほんでまあまあひょんなことからそれが虐待されようこっていうのが分かって救いたいみたいになる感じ。 いや、そうよな一人で,で、あの、女子高生行かせる大人もかすすぎるし、そう、DVY 字を、覇王色のハ切れをやれるところ、もう、終わり終わり。まあ、そんで、 もう短期で乗り込んで、てかまあその家の場所とか絶対分からんのに、お約束的な感じで、アニメフルパワーみたいなんで、場所を謎に特定して行って、ほんで着いたその瞬間になぜかその兄弟も家の外に出てきてて、みたいな。ミラクルすごい。そんで、なんか親も出てきて、お前のせいでうちの軽くは引き裂かれたんや、うおーとか言って、まあ至極真っ当なことを割と言ってるんですけど。で、おっさんが女子高生を殴ろうとするんやけど、謎の覇王色の吐き出して追い払ってたりとかする。 そんな感じ。で、その合間に、一応その、同級生との恋模様みたいなのもあるんやけど、なんかずっと好きだったイケメンの男子みたいなのがおるんよ。で、ずっと好きだったイケメンの男子は、別に何の脈絡もなく、自分のこと好きみたいな。 で、その好きな男子、めちゃくちゃもう、もう最近話してすらもなかったくせに、急に今更になって、自分の顔出しして配信したらとか言ってくんねん。受け入れてもらうにはそれしかないよとか言ってさ、今までさ、もう何億人とかフォロワー集めとる VTuber に対して、顔出しで配信せいや、お前の顔みたいなこととか急に言ってくるんよ。 意味わからんやん。いや、私、忍くんのそれが一番意味わからんかった。はみたいな。いや、急に来て何お前みたいな。ほんでみんな、いやいや、今まで頑張ってきたら全部無駄やんとか言うんのに、まあその虐待されとる兄弟に自分が VTuber の中身本人って信じてもらうにはこうするしかないとか言って、自分の顔出して歌えやとか言うねん。何みたいな。おじさんが考えた VTuber 業界の話かもしれん。まあそういう感じで、まあ結局、その兄弟どうなったんかそれも特に書かれてなかったしな。 ま、確かに、その、虐待って言ったら、ま、なんか、ま、殴りまくっとんとかを想像しよったんやけど、ま、パッパもさ、わいが仕事しよんのに、お前ずっと歌歌うなよみたいな。仕事の邪魔になるって分かってないんか、お前みたいな。ほんで、あーごめんなさい、とか言ってさ。ま、でもその、多分母親らんくて、シングルファーザーで育てようっぽいんよな。ほんで、二人息子がおって、口で結構きついことは確かに言うんやけど、特に手も挙げてなかったから、なんかそこまで言う,言うんや、みたいな。ま、確かに言葉はきつかったけどな。 で、からの、ま、あその女が、もう関係ない女子高生が一人で、説教でも何でもない、救いたいとかなんとなく言って抱きしめるだけなんやけど。なんか、ま、好きだったイケメンとも付き合えて、バンバンざいみたいな。で、これで一番何が言いたかったかっていうと、ま、あ冴えない女子高生がそれで顔出しで歌ったら、みんなから大絶賛なわけ。顔ブスとかの批判とか全然ないわけよ。もう大絶賛。普通の女の子なのに、みたいな。普通の女の子で、いや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 、お前現代のネットを反映させるんだったらもっとすごいこと書けよ、マジで、みたいな。 いや、だから何がおもろいねんなよん。ちょっとみんな一回見てくれへん。でも曲はいいよ、別に。そう、だから、ぶっさこ見抜けるわ。ぶっこ抜けって言ってみんなどっか行くやん、コメントして。お前、さすがにぶっこ抜けは入れろよ、と思って。一個もなかったいや。顔バレしてかわいそうとか、普通の女の子じゃんとか、そんな感じ。ならねえよ。まあ、とりあえず見て文句言ってな、みんな。で、龍っていうのが、あの、救いたかった、 モラハラを受けてる男の子。モラハラを受けてる男の子のアバターが竜。で、この VTuber、まあ VTuber って言うのはもう、この VTuber の側がえ、クラスの可愛い女の子の写真を使った側。やから、まあだから美女と野獣みたいな見た目にはなってる。美女が、まあなんか、なんだっけ、野獣と踊ったりするわけですよ。歌いながら。 はいはいって感じ。時をかける少女は別に。タイムリープもの好きじゃないけど、楽しめるようにはなってた。ストーリーがちゃんとしてたし。あー、時かけとかサマーウォーズの良くない再編集というか、かつて才能があった人の輝きの、えー、絞りかすで作られたダサくだった方がね。絵とかは綺麗だからこそ、なんかその、ちょっと残念感あるよな。そのなんかお父さんがさ、そう、なんかシングルファーザーで余裕なくてさ、なんか子供にちょっときつめのこと言ってしまってる。てか、なんて言うんだろうな。なんか部屋も別に DV、まあ、なんかめっちゃ荒れた部屋とかでもないし、 子供たちもガリガリとかで別に,普通に飯とかを食わせてもらったんだろうし、そんな中でさ、なんかその、なんで父さんの言うことが聞けんのや、みたいにストレスをぶつけてしまうことって、なんかあるんちゃうかな、ちょっとぐらいはって思ってしまったね。うん、まあちょっと、あれは普通になんか、うん、で、それをなんかパッと見ただけでなんか、虐待やあんな子供すぐ保護せなんだらどうにかなってしまうって、もうほんまに何も知らん女が一瞬のその、ちょっと言葉で怒られるだけで、急に言い出すんもやばいよ。やばいよ。あ,あったあったあった。 救救救いたいいいいいいいたい救いたい救いたたじゃあ何だっけ助けたい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 みたいなやつきつかったよ何言ってんのみたいな俺助けてほしいからこんな配信しよんだろうがみたいなええー、と思うんよなえー、音楽拡散クジラがドバーン出てくるシーンスポンサーですって感じでじわじわ割れてしまったそ <laughs> の思春期特有の思い込みみたいな感じかなそれでうまくいくことってあんまりないんやけどうまくいってしまった感じを書いてる連呼してた「救いたい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 」で弟 の精神崩壊ってどこでなんか？そこら辺の掘り下げもあんまりされてないよな。だからまあ弟まあそうなんよ。ちょっちょっと。まああの精神に障害ありそうな雰囲気出てたから。 それこそそんな子供をなまあ、おかん出て行ったとか、そこらへんの掘り下げもないんやけど、シングルファーザーで頑張って育てってるんやったら、それはまあ、イライラすることだってあってしまうんちゃうのと思ってしまった。あ、自閉症なんや。あなんか、そのアマプラで今見れたからさ、見てみたら、一部分しか見てないエクセに軽はずみに決めつけて、助けたいってどうかなと思うときある。ツイッターでもそう、一時の決めつけて叩きすぎ。そうなんよな。なんもうまくいく要素ないんやけどな。現代風だ。もうちょっと寝ればよかったのになとは思うよ。竜とそばかすの姫。そうね、あれはね、行政が父親も助けてあげてほしいんよな。 あいつもストレスでおかしくなってるよ。女子高生の覇気で倒れてしまうし。正義気持ちいい民には気持ちいい映画やで。うーん。正義なぁ。正義かなぁとは思った。そう、竜とそばかすのホビーです。いや、まぁ、あ、なんか私の配信だと挨拶がホビーみたいなとこあるんですよ。弱者の事情を都合を使って救済女にしてる監督って印象を抱いてしまう。化け物の子あんまり覚えてないなぁ、見たけど。行政の手が入るイコール幸せ。ゴールなのはちょっと、ね。何が何が書きたかったのか。うーん、まぁ、あ。今書きたいんはじゃあ正義慢世だったんかもしれんけど、 で勇気を出して自分を出したらみんなに認められるよみたいな人間参加なんかな。認めてくれへんやん、でも。VTuber が側外してブス中を晒してどうせせるだけじゃないっていう話。いやいや、こんなにうまくいかんから。男って辛いとか人に共有しにくいし、シングルファーザーはきついよ。だからで、まあ、シングルマザーも別にきついけどな。ただ、そう、シングルファーザーの方が母子家庭だったら受けれる。あ、どうなんだろう。母子家庭ってさ、母子手当てて出るやんか。 シングルファーザーでそこそこ稼ぎがあっても手当てって出るんかな減ったりすんのかな女より。なあ、え、あ、だってあんな絶対激減よな。な、美人アバターでやってたのにさ、中から出てきたのブスでしたみたいな。ミュージカルアニメを作りたかっただけ、ストーリーはビジュアル人のオマージュ。オマージュにもなってないと思うけどな。で、結局だってさ、あんな踊ってあげて歌ってあげてしたのにさ、付き合うんはさ、あのー、なんだっけクラスのイケメンの男子。かっこわらですよ。いや、昔はこんな背が高くなってイケメンになると思ってなかったな、みたいな。 男子と結局、なんかそいつも、なんかその地味女のこと好きやし、これで周りに気にせず付き合えるな、みたいなこと言ってんの。ええ <laughs> え <laughs> ええですよ。所得が少なければもらえるあ。でも、まあ大体だって普通に働いてるままだと思うからさ、まあ、普通に働いたら多分もらえられへんよな。いや、そうなんよ。ガワも使って、なんか、そばかすがあるけど美人な顔だよね、みたいな。300万以下の年収にしか出ない。そうなんや。じゃあまあ、うーん、まあまあ、普通に、 働いてると、まあ、出ない人も結構おるんだろうな。 そうなんしょっぱいだから周りなんて気にせずに付き合ってあげろよみたいな。で、なんか女も女でさ、なんか、やばいこんなイケメン幼馴染と、あの、仲良くしてるの見られたら、周りの女子とかに攻撃されちゃうとか言ってさ、私なんかが相手にされるわけないよとか、周りに弁明しまくってた上で、最終的に付き合いますみたいな話になってるからな。どうなってんのめ、絶対これからあの女いじめられるって。けど中身が、その有名歌い手やったから、みんなから歌い手やったらしゃあないかってなるんわかんねえよ。